ジェーレン・ラション・サックスは、アメリカ合衆国、ミネソタ州セントポール出身のバスケットボール選手。NBA のオーランドマジックに所属している。ポジションは、ポイントガード。元 NBA 選手のエディ・ジョーンズと、元 NFL 選手のテレル・サックスはいとこに当たる。ミネソタ州セントポールで生まれ育つ。歩けるようになった頃からバスケットボールを始めていた。父親のラリーによって、 各地のバスケキャンプに連れて行かれ、7歳の時には一人でダラスのバスケキャンプに参加した。地元のミネハハアカデミーに進学し、1年目に平均21.5得点、8リバウンド、5アシストの成績を記録。チームの集大会優勝に貢献した。2年目は平均16得点、9.2リバウンド、3.4アシストの成績を記録し、 再びチームを集大会優勝に導いた。3年目は平均23.3得点、4.7リバウンド、6.3アシストの成績を記録し、チームを3年連続の集大会優勝に導いた。4年目は平均23.3得点、7.5リバウンド、3.9アシストの成績を記録したが、新型コロナウイルスの影響により、シーズンが途中で打ち切られた。 またシーズンでの活躍が評価され、マクドナルドオール、アメリカン、ジョーダンブランドクラシック、ナイキフループサミットに選出されていたが、コロナウイルスの影響で、すべて中止となった。サックスはこの年の高校生ポイントガードの中では、ケイトカニングハムに次ぐ評価を受けており、ESPN、ライバルズ、247スポーツの主要3サ,サイトから、いずれも5つ星で評価された。ゴンザガ大学、 フロリダ大学、フロリダ州立大学、アイオワ州立大学、ミネソタ大学など NCWA の多くの競合チームからオファーを受け、最終的にゴンザが大学への進学を決断した。また、高校時代はバスケと並行してアメリカンフットボールもプレーしており、クォーターバックとして高い評価を受けていたが、大学ではバスケに専念することを明かした。 2020年11月25日のカンザス大学戦で NCWA デビューを果たし24得点を記録してチームの勝利に貢献した。12月20日のアイオワ大学戦でシーズンハイとなる27得点を記録した。この年チームはシーズン無敗の好成績を残し第1シードとして2021年 NCWA 男子バスケットボールトーナメントに出場。 トーナメントでも順当に勝ち上がる。UCL8 の準決勝は接戦となり、オーバータイムの残り3秒で90から90の同点に追いつかれたが、その後サックスがハーフコートに近い位置からブザービーターの3ポイントシュートを沈め、チームを勝利に導いた。準決勝でのブザービーターの勝利は1977年以来となった。 1976年のインディアナ大学以来となるシーズン部敗での優勝に挑んだ決勝ではベーラー大学と対戦。サックスはチーム最多の22得点を記録したが、チームは相手の強固なディフェンスに収縮戦し、86から70で敗戦。優勝はならなかった。シーズン終了後に2021年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、 ドラフト前にアディダスとの複数年のシューズ契約を結んだ。迎えたドラフトでは全体5位でオーランドマジックから指名され8月3日に契約した。AB トップ NBA ドラフトプロスペクトジェイルン・サックスサインズ・マルチ・アーディール・ウィズ・アディダス。ESPN.com2021 年7月30日閲覧2スポーツスタージェイルン・サックス・ハズ・ワイ オンバスケットボールフォーナワーズ AU19 ワールドカップチームホープフル www.usab.com 2021年3月22日閲覧ムーア ,CJ, ジェイルンサックスイズ A トップ -102020 バスケットボールリクルートフイズオルソー a ホースター QB プロスペクトザアスレチック2021年3月22日 閲覧。ステートボーイズバスケットボール、ミンネハハアカデミーホールズ、オンツーインクラスツーエタイトル。ツインシティーズ、2021年3月22日、閲覧。トリビューン、ジムパルシン、スター、ミンネハハアカデミー、ドリブンバイラージャーパーパス、ディフェンズツーエタイトルウィズビクトリーオーバーカレドニア。MN ボーイズバスケットボールハブ、ハイスクールボーイズ、バスケットボールニュース。 スコアーズスタンディングス2021年3月22日閲覧ゴンザガコミットジェイルン・サックス・ネームド・マックス・プレップスメールアスリート・オブ・ザ・イヤーザ・スポークスマン・レビュー www.spokesman.com2021 年3月22日閲覧マクドナルド・オールアメリカン・ゲーム・キャンセルド・アミット・コビットナインティ c o n ンサー n s si.com 2021年3月22日へ閲覧バー六リクルートサックスピックスザグスオーバーシーズポッシブル ESPN.com2021 年3月22日へ閲覧 k a n s a vs ゴンザがゲームリキャップノーベンバー 262020ESPNESPN.com2021 年3月22日へ閲覧ボールチベン S UCLA, s スタイトルホープスシャッタードインファイナルフォー l ス 2, ゴンザガインオーバータイム。ロサンゼルスタイムズ HTTPS, w w w ラタイムズ e s c o m スポーツ UCLA, ストーリー2021年4月3日 NCAA トーナメントファイナルフォ4 UCLA, ゴンザガライブアップデーツ2021年4月6日閲覧。ベーラー台が、 NCWA トーナメント初優勝、無敗でファイナルまで進んだ、ゴンザガ大を組織ディフェンスで撃破。バスケットカウント、バスケットカウント、2021年4月6日閲覧。オーランドマジックサインジェイルン・サックス・ワンド、フランツ・ワーグナー。オーランドマジック、2021年8月4日閲覧。ありがとうございます。